お花紙の切り絵で恋を作りました。赤いお花紙を3枚、黒いお花紙を3枚重ねて、きれいに揃えたら、恋のシルエットを描いた型紙を載せます。周りをホッチキスで留めていきます。留めにくいところは、切り離してから留めていきましょう。周り一周ホッチキスを留めたら、型紙に沿って切っていきます。お花紙は薄いので切り進んでいくと垂れてきます。裏にももう一枚紙を当てた方がいいでしょう。これを広げると鯉の群れができています。たくさん作って大きな台紙の上に並べていきましょう。置き方をいろいろ変えて、鯉が群れで泳いでいるような感じにします。位置が決まったら、水で薄めた糊を筆で上から塗っていきます。糊が染み込んで鯉がぴったりと貼れます。何箇所か筆で押さえてから、外へ外へと塗っていきます。強くこすると破れたり、反対から塗るとよれたりするので気をつけてください。乾いたら持ち上げて、こんな風に貼ることができます。睡蓮の花を貼って仕上げました。